俺にはこの暗がりが心地よかった。絶望から始まる異世界生活、神の気まぐれで強制配信中、星さん。現実世界で神と呼ばれる存在が全世界に電波ジャックを仕掛けて、1000人をランダムで拉致してチート特典つけて異世界転生させるからよろしくね。1000人は生配信して視聴率の高いやつは特典ブーストしてあげるからという娯楽を始める。その娯楽に偶然主人公の幼馴染の JK が当選してしまったというシナリオ。そこから異世界転移する日にその JK はクズに殺されてしまい、その殺害現場を目撃してしまった主人公はその JK の代わりに異世界転移する。なんやかんやあって視聴者のコメントを見れるようになった瞬間に無能な警察のせいで自分が幼馴染を殺した殺人者だということでコメ欄がクズたちによって誹謗中傷で荒らされており、そのせいでだいぶ病んでしまう。ここからネタバレ。この後主人公のことが好きな双子のメスが、主人公は冤罪です動画を作ったことで視聴者の流れが一気に変わり、アンチコメやアンチがほぼ駆除される。しかし主人公はアンチコメによって心を病んでいるのでもはや積極的に転移者とは関わらないしコメントも読まないというスタイルを貫く。主人公特典によってサイツヨナローグプレイを持っているのでチートだが、この犯人から冤罪というムーブによって視聴者数トップになったことによりクソ強装備を入手できるなど、ご都合じゃない感じのシナリオの運びがベネ。この漫画のクソ激烈に面白い部分はこの後で、クソ美人の女騎士を助けてダンジョン清掃するなどをしたことですでに視聴者の好感度はマックスなのだが、初めのアンチコメによってもはや自分にはアンチしかいないという主人公の性格を作り上げておいて、神からのイベントが発生し、もしも今後2週間で最も視聴率を稼いだ転生者には死者蘇生の宝珠を与えるというイベントが発生する。以前自分が偶然助けたクソ美人の女騎士は自分に惚れており、おせっせしたいというオファーを出しており、このメスとの成就をすれば絶対に視聴率が上がると確信した主人公は幼馴染の JK を復活させるために何でもするというプレイを始めるというシナリオ。今何でもするって言ったのこのシナリオ運びの展開がクソ激烈に面白く、あんこが震えるクソ激烈に面白い漫画。